はい、新次元ゲームネプテューヌビクトリー2実況プレイのパート59やっていきたいと思います。超次元編の後半戦ということで、各地を巡って、他の地域の女神や女神候補生、そして仲間たちと、合流したところですね。で、撮影外でまた、がっつりと作業させていただきまして、まあ、大体レベル45から40ぐらいのね感じで、全員レベルがっつりと上げてあります。レベル上げ前提の遊びちょっともねって話だったんで、これは一回外しますけど、まあ別にね使ってもいいと思うんだけどもね。はい、まあ大体ね女神パーティーで、とりあえず今後進めていこうと思っています。さっきの術はさすがにやりすぎだな。会話イベントを進めていきます。いいね。ネプテューヌさん、ノワールさん、ブランさん、ベールさん、ネプギアさん、ユニさん、ロムさん、ラムさん、ようやく皆さんが揃うこの日を迎えることができました。ですが事態は深刻です。ゲーム業界が変わってしまったあの日から世界は秘密結社により騒乱に包まれています。そのことならこっちでも把握しているわ。捕まえた傭兵組織の連中を締め上げたら吐いてくれたわ。名前は知らないみたいだけど、どうやらそいつが世界を改変したり傭兵組織に助言してたみたいなの。ルイもよ、捕まえた革命家が似たことを言っていたわ。それで革命家は裏でルイを支配するために、昔からルイにライセンス制度が浸透しているかのように改変してもらったそうよ。ただし名前は知らないそうよ。あなた方もなんですの？ベールさんもなんですか？ええ、秘密結社の構成員が S 社の目的のためにいろいろ手を貸していたそうなんですの。そしてその構成員というのがマジェコンヌと、ゼロ次元で出会った大きいお姉ちゃんだったんです。嘘！あの時のもう一人の私が秘密結社の一員？主人公じゃないにしてもネプテューヌだよ。わどうしよう。シリーズ王子とはいえまさか別次元の私が敵になるなんて。となると現状明らかになっている秘密結社の構成員はワレチューさんを除き、忍者ステマックス、マゼコンヌ、もう一人のネプテューヌさん、そして名も知らぬ謎の少女ですが、これで全員とは思えません。そして話をつなぐと、世界の改変には秘密結社が関係していることは確実です。でもどうやってこちらから打って出るの？もしかしてもう特定済みとか？はい、たまたま知り合いの凄腕ハッカーがこちらの世界に来ていたようなので協力して現在地を特定してもらいました。なぜかしら今すごく嫌な予感が。ああ、きっとあの人ね。相手の戦力が未知数な以上、この作戦には女神および女神候補生の皆さん、そして IS さんとコンパさん以上10名に秘密結社の拠点となっている空中戦艦へ行ってもらいます。相手は世界を改変するほどの組織です。皆さんお気をつけください。将軍のまとめサイトのネタを探しに忍び込んだもの、えらいことを聞いてしまったでござる。聞かれとった。早く戻って将軍に知らせなくては。
イストワールも人使いが荒いわよね。到着早々行ってこいだなんて。ですが状況が状況ですし仕方ありませんわ。そういえばさ、ゴールドサードって初めからゴールドサードじゃなかったんだよね。元一般人ってやつ？それなら C 社から聞いたわ。なんでも B 社がたまたま公園で拾った NMR に世界滅亡の記事があったそうよ。当然 B 社以外は予言を信じていなかったらしいわ。でもちょうどそのタイミングで黄金の頂が出現。さすがに予言の内容を目の当たりにした4人は焦って、世界を救うために黄金の頂に向かい、黄金の力を手に入れたそうよ。あとはせっかく手に入れた力だし、どのくらい強いのか試してみたくて私たちの戦いに乱入したの。あの4人にそんな経緯があったんですのね。ですが悪意のある方々ではなく、あの4人だったのが不幸中の幸いでしたわね。ところで世界が改変されてしまいましたが、体には異変はなくて？視野による恩恵が少なくなっただけで特に異変はないわ。私も今まで通りって感じかな。ブランは、あ、察し、ブランも改変の影響は受けていないみたいですわね。てめえ今どこ見て言いやがった、ぶっ殺すぞ。こうしてユニちゃんやロムちゃん、ラムちゃんと会うのも久しぶりだね。そうね、いろいろ大変だったけどいい経験になったわ。傾斜さんとも会えたし、私だってすごい経験したのよね、ラムちゃん。うん、ラムちゃんと二人でハンターになったの。もう私とラムちゃんでモンスターを倒しまくりですごかったんだから。へえ、二人もすごいね。えらいえらい。そういうネプギアはどうなのよ。私もちょっといいかな、ユニちゃん。あんた何いきなり人の胸揉んでんのよ。だってユニちゃんの胸なんだか大きくなってるような気がして。もしかして成長した？してないわよ。嘘、絶対した。だって私女神化した時のユニちゃんの胸のサイズ覚えてるもん。あんたもしかして私が女神化すると胸が小さくなるの忘れてるでしょう。あ、そうだった、ごめんごめん、久しぶりだったからつい。でもなんでユニちゃんだけ？知らないわよ。てか私が知りたいわよ。じゃあ今私たちが調べてあげるわ。私とラムちゃんお医者さんね。ユニちゃんお胸見せて。よし、じゃあ私も一緒に調べようかな。ラムちゃん、ラムちゃん、ユニちゃんに突撃。あー、脱げる、バスタオル脱げるからやめそこ触っちゃダメ。本当にそこは弱いから。いや本当くすぐっただからやめ、ごめん。ダメだよユニちゃん、もしかしたら改変の影響を受けてるかもしれないんだからしっかり調べなきゃ。もうなんで私ばっかりいつもこうなのよ。今月の売り上げは先月の10倍か。この調整でいけばこの戦艦のローンの返済もすぐに終わる。ローンの返済、世知辛いこと言うんじゃねえよ。ローン購入だったのか。個人が一括でこんな戦艦を変えるわけがないだろう。ステマックスと共に1年以上下調べをして返済計画も立ててなんとか購入できたの。明るく楽しいゲームには似合わない。現実的なお話なんて聞きたくないよ。してそちらの守備はどうだ？聞いて驚け。もはやゲーム業界の情報は我が手中に収めたの同然。
同業者のサイトにステマックスがありもしないスキャンダルをでっち上げて閉鎖に追い込み広告料を独占じゃ。そうか、それはよかった。では例の物の回収はどうだ。抜かりはない。すでに四つとも見聞者うるせえ。そうか、では約束通りそれらをいただこうか。ご超クレジット先払いじゃ。貴様、約束が違うぞ。そうだよ、そんな金額オークション違法出品者もつけないよ。訴えて勝つよ。手に入れるという約束は果たしている。だがそれを貴様たちにタダで渡すなどとは言っておらん。こんな金の亡者め。金を求めて何が悪い。この世は金、金こそこの世の全て。それを求めることに何の罪がある。ならば力ずくで奪うまでだ。ネプテューヌ、アイサマザコング。うん、私にかかればこのくらい。あれ、一つ足りない。どうやら抜かったようだな。ちっ、肝心な時に使えないやつめ。なら私直々に相手をするまでだ。そこまででござる、マゼコング殿。どういった事情かは知らぬが、将軍に仕えている忍びとして見逃すことはできないでござる。おお、忍者かっこいい。マジェコング殿、そしてネプテューヌ殿、将軍に刃を向けたその罪、地獄にて償ってもらうでござる。ちっ、こんなタイミングで空気忍者が戻ってくるとはね。ネプテューヌ、こいつらの遊びに付き合うのはやめだ。そいつだけでも持って帰るぞ。私としてはもうちょっと一緒にいたかったけど、こうなったら仕方ないよね。逃げる気でござるか。えい、ワープ。逃げたでござるか。しかしこれは一体何事でござるか。ご苦労だったステマックスよ。だがそれはお主が知るべきことではない。またそれでござるか。して密偵の成果はどうだ。それが大変なことになったでござるよ。女神たちに拙者たちのことがバレてしまい、この戦艦に向かっているのでござる。うん、やはりこの時が来たか。しかし信仰の力なき女神なる、このわしの敵ではない。マゼコンヌたちなどに頼らなくても、女神どもを討ち取り身代金を要求してやろうではないか。おお、さすが将軍でござる。一生ついていくでござるよ。少子、一生わしについていくだと。拙者、何かおかしなことでも言ったでござるか。ステマックスよ、貴様は国だ。将軍、突然何を言うでござるか。冗談にしては心臓に悪いでござるよ。冗談などではない。このところ不景気でな。不景気。世間は不景気でも将軍は儲かっているのでは。揚げ足を取るな。不景気なものは不景気なんだ。それに貴様はすでに我が流派金髪巨乳とは違う道を見つけたそうではないか。それは、その、しかも我が流派金髪巨乳道と真逆を歩むどころか、現実の女子にうつつを抜かすなどもってのほか。何の話だ。そんなことが。まさに万死に値する。腹を切るか、出ていくか、好きな方を選べ。拙者、将軍を
信じていたのに。うわあでござる。言ったか。すまぬステマックスよ。女神たちにわしらの存在がバレた以上、わしにできることはお主を解雇することのみ。さすがのわしとて女神たちにはかなわん。それにお主を思い人と戦わせるわけにはいかん。わしは知っておるのだぞ。お主があの娘の前では義賊次郎吉と名乗っていることもな。これから忍者ステマックスではなく義賊次郎吉としてわしの分まで達者で暮らすのだぞ。彼女か。一度でいいからわしも欲しかったな。悲しいねアフィモージャス。俺は悲しいよ。まさか君が裏切るとはね。ん？貴様か。今ならまだ許してあげる。さあすぐにマジェコンヌたちにそれを渡すんだ。断る。これはわしが手に入れたものだ。それを求める者に売って何が悪い。アフィリエイトにはまりすぎてすっかり金の亡者になったのかい。それともひよってそう演じているだけかな。けど困ったな。俺はこの通りこっちには実体がないから触れることすらできないし、このままではせっかく盗んだのに女神たちに奪われてしまう。なら君が奪われないように守ってくれればいいだけの話だよね。おで今度ステマックスか。よし襲撃の準備は終わったことだし、あとは乗り込むだけだね。けど空中戦艦か、どんなのか楽しみ。もうネプギやったらすぐにそうなんだから、遊びで行くんじゃないのよ。ごめんねユニちゃん、ちょっと浮かれてたかも。まったく、あんたはちょっと気を抜くとすぐそうなんだから。もうで、あれ？あれはどうしたのよユニ。ごめんお姉ちゃん。そしてネプギア、私ちょっと休養を思い出したの。先に行ってて。あ、ちょっとどこ行くのよユニ。まさか将軍との友情が偽りだったとは。やはり拙者が将軍の流派を裏切ったから。けどもう金髪巨乳には戻れないでござるよ。あんたこんな昼間からこんなところで何してるのよ。ユニ殿。何よそのリアクション。ユニ殿こそどうしてここに。どうしたも何も、通りかかったら珍しくこんな時間にあんたがしけた顔したから気になって声をかけただけよ。そうでござったか。にしてもあんたひどい顔よ。何かあったの。友人に裏切られたでござる。親友だと思っていたのは拙者だけだった、という笑い話でござるよ。裏切られた？その話詳しく話してくれる？ユニ殿も知っての通り、拙者影が薄いせいもあり、いつも一人ぼっちだったのでござる。けど将軍がそんな拙者に声をかけてくれたのは、ちょうど拙者がまだ思春期真っ盛りの就任の夏のことだったでござる。ロボなのに子供時代があったんだ。みんなが友人らと夏休みを過ごす中、拙者は一人実家の裏山に捨てられたビニボンを拾い集めていたのでござる。ビニボン。そんな拙者に見かねたのか、その時声をかけてくれたのが将軍。ちょいちょい分からなくて突っ込むユニが面白い。それから拙者たちは猛暑の夏も寒冷の冬も二人で乗り越え、苦楽を共にしてきたのでござる。けど最近
急に拙者への隠し事も増え、態度もそっけなくなってしまったのでござる。身に覚えはないの？あるものへの拙者の好みが変わったことだと将軍が言っていたでござる。内緒にしていたのは拙者の非でござるが、将軍なら受け入れてくれると思っていたのに。絶対とは言えないんだけど、多分それって後付けの理由なんじゃないかしら。後付けでござるか。それはどういうことでござる、ユミ殿。多分あんたの将軍ってのは何か大きな問題を抱えてるのよ。で、それにあんたを巻き込みたくないから、わざと素っ気ない態度をとってあんたを巻き込まないように突き放したんじゃないかしら。まさかあれでござるか。心当たりがあるのね。ユニ殿、この度の助言感謝するでござる。そしてユニ殿、はじめに言っておくでござる。何よ、急に真顔になって。今まで騙していてすまなかったでござる。それってどういう、言っちゃった。騙していたってどういうことなの？さて、ん、なんかミリアザちゃん、ああ、本田の女の人が出てくる以外には面白い特徴とかないの？急にサブイベント発生した。もうそろそろ反乱の話は忘れなさいよ。面白いことか。私個人が興味を持っているのは断絶の時代の情報やスパコンなのだが。ほらほら、特産品とかお祭りとか。そうだな、祭りではないが妹ランドがあったり、流星の影響で騎士たちが。ついについに、ずっと欲しかった新しいチップを買っちゃった。アイラビューチップ、アイラビュー。はあ、どうしてこの子はこんなにセクシーな形をしているのかしら。このジーのとこ、子っていうのか。それに頬ずりした時の重傷のざらつき感が何とも言えないのよね。スリスリスリ。さらにこのとってもチャーミングでラブリーな廃墟子、思わず指を入れてカシャカシャしたくなるわ。そう、まさに彼女たちのように暴走してしまう時があるのだ。いや、あの二人は趣味のお買い物してる時はいつもあんな感じだから。え、ちょっとだけあ、でもこっちもイベントある。あ、イベントが発生するとこちょっと行ってみようかな。行ってみよう。面倒ね。攻めますわ、よろしくて。届かねえし。このターンで決めるわ。元気がないようだな、ユニ。お、ミリアさ、私でよければ話を聞くどころか相談に乗るぞ。そうね、じゃあ聞いてもらおうかしら。こんな悩みネプギアたちにはできないし。うむ、遠慮なくしてくれ。どんな悩みだろうが私が解決に導こう。一人前の女神になるために頑張ってるんだけど、全く成長できてないんだ。私、お姉ちゃんに追いつきたくて努力しているつもりなんだけど、全然実を結んでくれないのよ。同じ女神候補生のネプギアにも最近差を感じちゃって、一緒に一人前の女神になろうって約束したのに、これじゃ私ネプギアに置いてかれちゃう。そうなったら今の関係だってきっと壊れちゃう。ユニオ、お主に問う。人の上に立つ者に必要なものは何だと思う？
理念とか理想？違うな。私たちのような人の上に立つものに必要なもの、それは器だ。器？いや違う、器だ。器？ふむ、どうやら今のお主は器がただの器になってしまっているようだな。私の器？ああ、そうだ。ユニオ、お主は姉に追いつくためやネプギアとの約束のために一人前になりたいと言ったな。うん、それがお主がノワールに追いつけずネプギアに置いていかれていると思ってしまう理由だ。え？王とは、いや守護女神とは民のためにあるべきものだとは思わんか？それはもちろん。しかし今のお主は近づきたいから、置いていかれたくないからという理由で努力を重ねている。おそらくその根本たる考え方がお主が自分の成長を実感できない理由ではないだろうか。ノワールやネプギアが一切の焦りや不安を抱かないものだと思い込んではいないか？私は思うのだ。完璧なものなど存在しない。きっとノワールやネプギアも他の女神と自分とを比べたり不安になることがあるだろう。確かにお姉ちゃんはネプテューヌさんたちをライバル視してると思うけど、でもお姉ちゃんは私とは違って、お主、置いていかれたくないという焦りで自分の良いところが全く見えなくなっているようだな。私のいいところ？ああ、もっと自信を持つが良い。私から見ればお主も立派にノワールやラステーション寮を支えているように見える。そんなこと。ほら、そうやってすぐに自分を卑下するでないぞ。お主の努力は必ず実を結ぶ。自分を信じ、ただただでかい器で構えていればよいのだ。でかい器？先ほどよりも良い顔つきになったではないか。少しは肩の凝りがほぐれたか？そうかも。ありがとう、ミリアサさん。私なんか頭がいっぱいになってたみたい。不安ばかりではなく夢を大きく持つがよい。夢見て生きなければ女神ではないぞ。うん。なんか覚えてるだ。はい、他にイベントは特になさそうね。ブランカーのところにあるんだけど、これちょっと難しくてね、もうやらないでるんですけども、まあいいや。あ、でもこっち行ったらイベントあるじゃん。ちょっと待ってね。じゃあね、とりあえず今回ここまでさせていただいて、次回このイベントを見ていこうと思います。はい、で、まあ、そしたらね、いよいよ、秘密結社との決戦にね、打って出ることになるんでしょうかね。はい、まあそんな感じで新次元ゲームですね。ビクトリー2実況プレイパート59、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さんまた見てくれな。